こんにちは、水彩画の坂井です。だんだん秋を感じる風景となりました。今回は札幌のお隣江別市石狩川の堤防の上から工場の見える風景を描いてみたいと思います。今回の用紙はラングトンのプレステージ F4 号サイズのスケッチブックになっているものを使っています。アバロンが切れてしまいましたので今回はこれを使うことにしました。それで前回、プラハの風景描いていましたけれども、その時にこの絵の具大体3色で描いても絵になっていましたので、今回は思い切ってこの3色だけで描いていくというふうに、やってみたいと思います。パレットにはこのように3色だけ出しています。少しその左側の上の方にも絵の具が残っていますけれども、ここは使わないでということで、この3色で描こうと思います。メインのライトをつけるのを忘れてしまいました。少し暗い中で、撮影してしまいましたので、たまにピントが合わなくなっている時がありますけれども、途中で気がつきましたので最初の方は少しピントがずれるかもしれません。今回使っている用紙も時々私使っていますが、まあアバロンと比べると少し値段が高いということで、まああとはそんなに書き心地は変わらないかなと思っていますけれども、多少こちらの紙の方が乾いても薄くならないかもしれません。一つ欠点として水をつけるとアバロンよりもこう波を打ってしまうというか、少し歪んでしまいますので、あまりたくさん水をつけて、広い面積を塗ってしまうとかなり、こう凸凹になってしまいますね。でそこでどんどん描いていくとどうしてもこの下のところに水が溜まってしまう、特にこのように、滑らかな調子を描くと、今ちょっとわかると思いますけれども波打ってるもんですから、その筋のところがなんとなく歪んでしまうという欠点はあります。3センチ幅のナイロン製のハケを使っています。本当にここまでも3色だけでできています。今下にキナクリトン、これはゴールドですね、この辺を入れると少し渋い緑だなと思うかもしれませんけれども、ここにこの青を入れるとこんなに綺麗な緑になるというのも、前回のところで分かりました。まあ、この絵の具いつも3色でこれで描くとできますよということではなくて、たまたま私これなんとなくですねこの3色透明度が高い色かなと思って買ってあったものです。それで、前回使ったら結構これ3色だけで描いてるのが動画を見て気がつきましたので、じゃあ今回は思い切ってこの3色で描いてみようと思いました。でも結局ですね、最後に白を使いますから、まあ純粋な3色じゃなくてそれプラス白になりますから、まあ、4色になるかもしれません。もう夕暮れの時間帯で、かなり逆光になっています。それで遠くの建物のこの工場のところですね、そこも少し霞んだような感じになっていますが、ここも単調にならないように、ある程度形を、まあ、水たくさんで作っておいて、そこに、まあ、色をぶつけて入れていくような感じですね。ただ3色しかありませんので、今青を入れたらかなり強く入りましたので、そこに、赤を入れました。それでにじみを作っていって、この辺の形がだいたいできましたら一旦よく乾かしてまた続きを描いていこうと思います。ちょっと強すぎるなと思ったところは早めにティッシュペーパーで押さえておきます。
遠くの工場のところこんな感じで微妙な変化をつけておきました。乾いたらこんな感じになっていきます。川の水のところもある程度面積が広くありますから、ここも少し変化をつけようと思います。まあ、時間帯によって、上のその工場の建物が水面に映っているという場合もありますけれども、今回のこの光の、時間帯は全く映ってなかったので、この辺の調子を単調になってしまうのを防ぐのは少し難しいかもしれません。それで手前のこの草のところですかね、草というか植物が生えてましたが、そのあたりの変化でなんとか手前のところを持たせていこうと思います。結構3色でも描けるものだなと思ったものですから、それでちょっと動画は撮ってませんけれども、昨日赤いバラの生物の絵を描いてみました。この3色プラスやはり赤いバラだったものですから、もう1色赤は使いましたけれども、4色あったら結構ちゃんと絵ができましたので、今までねあまりそういう風にやったことがなかったし、無理してそんな3色で描いたり4色で描くことはないと思います。せっかくパレットの中にたくさん色があると思いますので、それを使って描くといいのかなと思いますけれども、ちょっと実験してみるのも面白いかもしれません。それで手前のところ、黙々としたその塊である程度その植物のところを描きましたけれども、それだけだと単調になってしまいますから、少し細い枝のような調子も入れていって、なるべくここのところを変化をつけて、置こうと思います。ここまでは本当に3色で、出来上がりました。でここからはいつものようにまた不透明の白を少し使います。これを使っちゃったんで、絵の具は4種類使ったことになってしまいますけれども、で、ある程度ハイライトの部分を入れて、で最後にこの白にこのキナクリドンゴールドをまた混ぜて、今ちょっと混ぜておきましたけれども、これを筆につけて叩いて、この手前のところにあるこうお花のこう実のようなのがたくさんありましたんで、その辺を表現したいと思います。これが終わったら完成にしたいと思います。最後よく私いつもこう筆を叩いて飛ばして点を入れるんですけれども、いつもこればっかりやってるんじゃないよっていうコメントも来てましたけれども、そうなんですよね。ワンパターンで申し訳ないなと思ってるんですが、にじみで作った調子と少しポンと置いた調子と、どうしてもその2つの調子があった方が、比較的、単調にならなくていいのかなと思ってやっています。ただ何でもかんでもやっていいとは限らないので、その辺はちょっと気をつけようかなと思っていますけれども、こんな感じに出来上がりました。最後までご覧いただきありがとうございます。またやってみたいと思いますので、今回は一応3色で描いてみたということで、何か参考になったらなと思います。それではまたよろしくお願いいたします。ありがとうございます。